燃え盛る炎、熱い火をその身いっぱいに浴びて土と火に体当たりする堀江亮次、ダイナミックな冒険心あふれる作家である。さんの仕事場は奥三河設楽町の一角、深い緑の中にある。今年の春、常滑からこの仕事場に一人移ってきた。アメリカに渡ったある先輩陶芸家の留守宅を借りている。同じ町に住む友人の子供が描いた小家さんの顔。1989年、制作の年代がゴム製の日付印で無造作に押される。
チェルノブイリのすべてのスペルをさまざまに組み合わせている。作品の裏に時代のメッセージを託すのである。これをと。これは箱にならない箱なんですよ。もうきちっとこう箱になると箱になるんだ。間抜けな箱ですね。これは皿になりきれないやつだね。やっぱり皿になるかどうか分かんないね。これは普通はこうピシッと足がついてて皿とかね、こうなんですか、まな板皿とかいうの、こう私こうきちっとしてるんですけど、こういうところきちっとするの苦手なんですわ。なんか間が抜けてた方が遊べると思うんですけど。いいよ、できた。これでね、釜の中に入るとまたグラグラになってくるんですよ。ますます与太郎になってきて、ヘベレキになってきて。1971年、現代の陶芸展にこの作品を発表し、堀江さんは焼き物作家としてスタートを切った。顔が次第に風化していく過程を追っている。骸骨と化していくのではなく、文字通り土に溶けてしまう。人の意表をつく作品として注目を集めた。制御できないものをなぜ作るのか、使うのか。原子力発電所の事故に対する言い知れぬ不安、激しい怒りが込められている。ノーモア広島、長崎。このメッセージを彫った石膏板をろくろ台に据えて、堀江さんは制作した。あの悲劇が二度と繰り返されないことを祈りながら、その思いが作品に映ることを念じながらろくろを回すのである。まあ二世代ぐらい前の世代っていうのは、例えばそのこう、まあこういうこと言っていいのか悪いのか、とにかくまあ例えばこう広島長崎なんてなことはなかったんですよね。だから表現のしようがないんですよ。ところが僕らの世代っていうのはそのことを知ってまった世代なんですね。ところが断然違うわけですね。これは何が違うかっていうと、そういうことだと思うんですね。表現っていうのは、でそれは常々やっぱり例えばラスコの、例えば壁画の時代っていうのは、いうその動物が相手なの、それは表現なんですよね。で僕らにとってあの動物画が、例えば原子力発電所だったりとかね、そういう広島長崎だったりとか、もういろんな問題、もう全宇宙的な問題まで来ちゃってるわけですね。そのくらいやっぱり情報っていうのは入っちゃってる
のにね、片方でそうなのにまだその陶芸の仕組みっていうのは未だになんか徳川時代かなんかやってるっていうね、このね、この落差っていうか、うん、おかしさっていうかね、でそれはね表現になってないって言われてそれもう逃げてるわけですよ。要するにそのあの400年前か300年前かもうその向こうに行きたいって言われて、桃山時代が一番いいんだって、あそうですかって、桃山に行きたいって、行けないよっつうんで、とんでもないっつう、今ですせっていう、ここでねやらなきゃどうしようもないわけですよね。これが僕らのねやっぱり時代だと思うんですよ。でそれがねやはりこう次の時代に伝えていく、要するに僕らがそのいろんな意味でこう先輩から受けたものごとですね、それはやっぱりねそういうことをあの伝えてくれてるわけだから、僕らは僕らでなんかそういうものを表現すべきだと僕は思うんですよね。火がまだ燃え盛る最中、あたかも子供が机の数ある引き出しを強い好奇心を持って開けるように釜を開ける、俗に引き出し黒と呼ばれる技法である。結構ね発色がいいんですよね、面白いんですよね、うん、通常では出ない色が出てきたりとかね、
わりかしこうなんていうかな、カチンとするっていうのかな、急冷するわけだから、その瞬間でガチャッとこう止まっちゃうんだよね。その辺がやっぱ面白いですね。急冷、急冷だからもうほら1280度ぐらいからいきなり水の中だからね、すごいですよ。ええ、糸沖きですよ、いきなりドンとくからね。これやっぱりその辺がやっぱりこう興奮しちゃうね。だからそういう意味では子供の好奇心、まあそんなのとそう変わんないですよね。ガキですねやっぱり。いやだけどやめられないっていうね、このね危機感がね、あの暑いのもみんな含めてね、面白いですよね。いわゆる引き出し頃からおよそ24時間後、残りの作品を窯から出す。あ、焼けた。あ、いいえ。いいよ。いいだ。ねじれた器の形、無造作な、そして大胆な上薬のかけ方、とらわれのない自由なやり方で焼き物に取り組む小家さんである。すべての約束事を壊そう、壊すことを心がけているのである。緑に包まれた設楽の里、どっぷり緑に浸った小家さん、その作品も緑に染まる。これらのまな板皿を作者自身は遊びの織部板と名付けた。小家さんが製作に使う土は2つに大別される。一つは工業用の土であり、もう一つは自らの足で探す土。村人の情報を手がかりに土を求めて山野を歩き川を渡る。この粘りっていうのかね、砂っ気とあまり粘りばっかでもね、やっぱダメなんですよね。粒子のこう感じみたいなのがなんかあるんですけどね、あんまり粘ってばっかりしてるやつはあまり向かないんだよね。やっぱり砂っ気がやっぱあった方が面白いんですよ。あのほぼほぼっとこう焼くとこう笑い出して土がだ、結構だからこの土なんか普通の焼き物屋さん見たらこれねえっていうなんだけど、でもこんなんはっていうのを大体こうね、こう排除されたとか捨てられたところからなんかめっけるっていうのは、これは意外と隙間を従来皆さんがこうやった残りの部分でまたなんか新たになんかこうあの出てくるみたいなのがね、できるんじゃないかなっていうふうに期待してるんですよね。
あ、お願いします。じゃあそうしよう。早いか。飛んで火にいる夏の虫、遊びにやってきた友人後輩らは早速仕事を手伝わされる。だから小家さんに会っては誰もかなわない。一本半を練っといて合わせればいい。一発でやるなら、二つやったらしんどい。一つやってみるわ。はい、な、ごゆっくりやって。はい、船なんだからね。
ってくれっちゃ。なれ、はい、フォローね。そうそうそう、いいの、あの片っぽだけ、片っぽだけフォローしてくれ、いい感じ。よし、行くぞ、行くぞ、ほれ、ほい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 、ゆっくり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 、よしよし、よし、止まればいいじゃん。あ、宝船だな、これ。これはほとんど宝船だ。やったやった。今触れている土に今の思いを正直に込めていく。そして燃える。作者自身が激しく燃えている。まあいいや、いいや。結局ね、あの土っていうのは、まあ昔どっかに僕書いたと思うんだけど、やはり地なんですよね。要するにもう子宮なんですね。まあ大人的に言えばスケベでしてですね、その非常にスケベっていうのはどういうことなのかっていうと、非常に寂しがり屋である。人間っていうのはね、極めて寂しがり屋であるということでしょうね。でそんなに強いもんじゃないんですよね。もうどうしようもないもんなんですよ。やっぱり単なる生ゴミに近くってね、もう嫌になっちゃうよ、もう、うん、止めようがない、そういうなんかだらしないもんだと思うんですね。で、うんとだらしなくなったんが一番いいんじゃないかなっていうふうにね、思うんですけどね。うん、非常に僕は土っていうのはね、こう、なんていうかな、こう、ただはその小学校の5年生の頃から土とこう、だいたいこう関わるようになってきたんだけど、俗猫焼き物の世界に入ってきたんだけど、これ忘れがたいなんかね、ものがあるんですよね。きっとあれはだから地球回帰みたいなね、なんすかこう、どんぶらこというか、うん、まあできればなんかこう地球のなんかこうハンモックの中で寝てるような状態で、うん、仕事ができたら一番、うん、いいんじゃないかっていう気がするんですよね。で、あとだよ。